はい、どうも、皆さんこんにちは。苔役者石倉義信です。今日はですね、久しぶりの自撮り苔散歩です。見てください、じゃんじゃん。ここはね、小田急線の祖師ヶ谷大蔵駅です。実はですね、僕が企画プロデュースをしております、配信ドラマ、エンジェルシンクトライ3のね、シーズン2で祖師ヶ谷大蔵が舞台なんですが、だからロケでね、ちょいちょいここに来てるんですが、ここにもたくさん可愛い苔出会ってます。昔からの地域の方たちがね、住んでるので、なんか意外と世田谷区の下町みたいな感じ、よくある苔のたまり方じゃない、モリッと感がすごいので、早速そんな苔をちょっと紹介したいと思います。それでは画面チェンジ。今回紹介したいのは、この先が祖師ヶ谷大蔵の駅なんですが、まあね、こういう歩道を歩いていますとね、確かにね、こういう感じです。こういう感じ、これはちょいちょいね、阿弥陀御家とか言ってね、出してるんですが、野草が苔のおかげでもうほら伸び伸びしてるわけですよ。こいつらだってさ、下に苔がいるから見て。ほら、これこの苔のここも剥がれちゃったんだね。これのおかげでこいつらがいるって。ネジ、コケとネジって本当よく売るよね。わ、すごいよこれ、モリモリ感が。10年ぐらいレベルなんじゃないの、こんだけ持ってんのって。ほら、ここです、ここ、ここが綺麗なのよ。ちょっと伝わりづらいな。何ここ、銀苔のナイアガラですね。うわ、すごいよこれ。おっと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 、こっちこっち、ここがほら、何これ、もう なんつうのかな、もうしだれ柳じゃないの、苔がもうさ、咲き乱れ、群落が一塊というか、細かい群落がこっからつながっていくのかね。昨日午前中ずっと雨が降ってて、
美しいこの銀ゴケ。やっぱ都会には銀ゴケだよね。アスファルト、うわこのコケ壁美しいわ。塊が落ちてってるよね。何年も何年もこういう風にできては落ちてきては落ちて、この辺がね住みやすい場所なんじゃないかな。最高です。いや素晴らしいねこの銀ゴケ。なんつうのかな、芸術だよねボコボコがさ。すごいよねこれ、絶景ですよ。まあでも絶景っていうかなんか。スポーツ狩りの男の子たちを上から見たところみたいに見えてくる。美しいよね。これはなかなかもう作んなくてもできない。テラリウムとかでもね作れないもんね。まあ、金ゴケはねテラリウムにはなりにくいですからね。とりあえずやっぱりこういう風に自生している金ゴケを見てはキュンキュン来てるという。だから皆さんもね、雨が降った次の日とかぜひぜひ。ちょっとだけね、朝早く出るとかして、お客さん楽しんでみてください。それでは、世田谷区祖師ヶ谷大蔵から自撮りこけ散歩でした。それじゃ、バイバイ。